慰霊の日に合わせ上演の準備が進められてきた舞台シマクドゥチを紹介します。過酷な戦湯、そして戦後をたくましく生きたウチナーンチュの生活史が笑いと涙を織り交ぜ生き生きと描かれています。平キャスターのリポートです。私はいつも平和って笑っていられることっていつも思うんですね。6月23日、敗戦。私たちは降参して、本当はアメリカによその島に連れて行かれ、私とお母もね、キャンプの中に入れられてね、今でも夢を見るよ。あの白い粉 DDT を頭からかぶせられて咳込んで涙が出るさ。伝えるのはやっぱり私たちの使命なのかなっていうのはすごく思います。1979年、脚本家のジャナモト恵福さんによって書かれた戯曲シマクドゥチ。もともとは名優北島澄子さんのために書き下ろした一人芝居の脚本だったとジャナモトさんは振り返ります。それをこう飛び越えて目の前に現れてくるっていう感じですね。私こんなにたくさん一生懸命喋ってんのに笑いもしなければ手もんじゃないの。でそれを北島さんこう自分のことのようにねやってくださったと。漢方抜けの草、漢方行ったら漢方焼こう生の若者ちゃ幸せやったい。今は戦争がないからね、漢方という言葉も聞かないけど、戦争の時に敵の軍艦から島に向かって死ぐ大砲ボンナイボンナイして撃つでしょ。軍艦から撃つ大砲だから漢方、フェーの草といったら食べ残し。ソテツを食べて生き延びたあなたも私も君も僕も漢方のフェーの草。どういう暮らしをしてきたのか、どういう思いで生きてきたのか、それを分かることによってさらに強くなってね、前を向いていけるんだろうと。嬉しいですよね、とてもね。1986年の上演を最後に途絶えていた舞台は3年前二人芝居としてよみがえりました。今回主演に抜擢されたのは城間弥生さんと千葉なさゆりさん。出演依頼を受けた時迷いもあったといいます。北島澄子先生の代表作ですし、そしてもう一つが実際経験してない私たちがどうやって演じられるんだろうっていう、やっぱり私たちは表現者ですから、こういうことでやっぱり平和を皆さんに伝えることが道なのかなと思って、はい、もう懸命に取り組みましたふとふとしながら、はい、戦後アメリカ軍に土地を取られ三線を引き
歌を歌うことで抵抗したウチナーンチュの姿も描かれます。ポン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 、アメリカが威嚇射撃をする。スミコ、チマルよ、ワッタシマルやる、ワッタトチドやる、悪いのはあいつら、アメリカだ。それでもまた弟は新しい三線を作った。それから島の人たちと一緒に土地取り上げ反対の陳情をしに行ったわけ。なんか武器の代わりに三線を持った文化というか、なんかそれを結局あのお二人が持っているので、そのお二人がその戦争だからといってなんかこう暗くやるのではなくて、やっぱりあのちゃんとそこに存在した人がいて、重たいテーマですけどお芝居なのでやっぱり面白い。1979年の時代設定はあえてそのままにしたといいます。東京の僕が見ていてもこれ全く変わってないんじゃないの。そこはもう負けずに大きい声で兵士を入れます。この轟音に負けずに、そうやってあのやっぱり先人の皆さんね、戦ってこう生きていらしたと思うので、そこはもう伝えたいなと思って力強く、命のバトンタッチと同じようにこの平和もバトンタッチしていこうって。たくましく生きてきた四万十の歌、島くどちが平和を発信するため再開したばかりのひめゆりピースホールに響き渡ります。引き込まれますね。まあ、どんなに苦しくても明るく前を向くウチナーンチュたちの真の強さを感じますよね。はい、そうですね。またこうした舞台も戦後生まれの世代がまた次の世代へ戦争の記憶をつないでいく大切な方法の一つだと思いますね。那覇市の境町市場の中にあるこのひめゆりピースホールは、ひめゆり学徒隊の母校があった場所に作られていまして、去年から休館していましたが、この島くずちの舞台で再開されます。